どうも、ダークセイバーです。漫画でこれ無理ありすぎだろ。ってなった後付け設定上げて毛に対するネットの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。ニカ。ワンピースの9割。これの最大9は覇気でいろんなやろ。ワンピースは全部伏線だから波も覇王色使えるようになる。ゴムゴムの、ワンピは後付け設定の宝庫やね。覇気鍛えるという派ばっかの正文字が知えるようになる海賊たち。アニオリでは王色なら向こうとかやったらしいけど、これの逆輸入はさすがに勘弁してほしいね。ワンピだったらサボの存在と三次過去の2トップだと思うわ。後付けはある程度は仕方ないがこの2つは入れ方が特に強引だと思う。ニカはセンスはないけどギアの延長線上の主人公神経体ってだけだからそこまで不自然じゃない。天井金、旧ドラム王国やダブル7はともかくロングリングロングランドが第2のゴッドバレーとかしてもおかしくない。てか天井金未納ってことでアーロンの悪用がすぐバレる気もする。海軍にしか賄賂払ってなかったし。ワンピースの悪魔のみ関連。覇気は全く気にならんかったわ。もともとバトル目的で読んでなかったしキッズしか文句言ってないやろ。ハンターハンターみたいな漫画でやられたらあれだけど。ギアセカンド一択。セカンドはかっこいいからオッケー。覇気も加えて差し上げろギアくんが寂しがるでしょ。覇気後付け賛否両論だけど覇気後付け被害者たちが株上げたのでセーフなオスもやん。シャンクス、四皇エース、ジンベイより強いクロコダイル、頂上戦争で活躍しまくり。モリア、部下のために四皇黒ひげの島に乗り込むルッチ、サボと互角映画エネル、下界に降りれば5億以上の強さ。悪魔の実の最強種からでかい的まで転落した黙々しちょるだけのやつかわいそう個人的にゴムゴムがニカニカより不服やわ。暗黒大陸。念能力。ハンタの念。ハンタは普通に寿司食えそうな世界観になったのが残念だわ。余談の移動速度が一般人に見える程度のスピードなこと。車はすごいスピードなこと。街中を人の目に映らない速度で移動してたら危ないしな。クラピカレベルでも10はやばい。死後強まる念で蘇生しちゃったヒソカ。修羅の国。ラオウがどんどんいい奴になっていく。なんと最後の生姜元カノ。時様がアミバ様だったなんて。ユリア生存。北斗の剣で輪廻転生の血筋だったこと。時、アミバまあ、慣れてないし、面白かったから別にええけど。あれ後付けなん。最初からあのストーリーやろ。後付けやぞ。マジ？普通に時悪人にしようとしてたんかあれ。アミバと戦ってる時に路線転換をひらめいたんやぞだからあんな無理のある描写になった。草確かに全然顔違うのにケンシロウが本人だと確信して困惑してんの違和感あったけど。神話じゃぎにそそのかされた。時ではなくアミバだった。北斗の剣なんて数えきれないだろ。ラオウが北斗の長兄であることがラオウが頂点に関わる理由である。と思っていたので実は弟キャラだったと知った時、ちょっと萎えた。セルの遺伝子収集。フリーザの後で変なのが出てきた時なんちゃらぼうとか。なぜかロボットが最強とか笑えるよな。とダーをグローするか。ドラゴンボールの神。フリーザより強い人造人間。ドラゴボのサイヤ人。ドラゴンボール超全般主要不足とはいえフリーザのザコ部下に負ける。ご飯ブルーでも勝てないザマスに勝つトランクス。魔風波を出した意味。ボタラは時間制限あり。ドラゴンボールの神様の上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 の、超サイヤ人の上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 の、偉大とか最強とか伝説とか飛んだ茶番になっちゃったよ。全王。ポダラは1時間で効果が切れる。男塾のすべて。ああいう開き直ってるのはもう読者がモヤモヤすることはないからいい。男塾はジャンルがそもそもギャグ漫画なんだよな。宮下明もギャグ漫画のつもりで書いてるし。ブリーチがワンピースやエナルトとかた並べてたみたいな雰囲気。タフ君の父親。ジェバンニさん。ジェバンニが一晩でなんたら。筋肉マンはめちゃくちゃだと思うよ。タフ坊のオトン。後付けを超えた後付けそれが猿漫画だ。イチゴの親父が死神。ブロッケンマンが死んだまま。ジェバンニは強引な進め方だと思うけど後付けでもなんでもないやんけ。大蛇丸の改心。貝原雄山。サキさんは第一打をランダムに切られるだけで能力を無効にされる。ドラえもん大長編の数作。開示17歩の逆転作。人格者ラーメンマン。サウンドマン。この月光星来目が見えぬ。
サンドマンが実はサウンドマンだったこと。やっぱエスパーダ最強が闇ってことや悩み10体のエスパーダの持つ数字が1から10だと誰か言ったか？エスパーダの数字は0から9だ。シャウロン・マルショー能力の高い順に1、10の番号を与えられるのです。矢印師匠がこの存在忘れてたのかどうか。イチゴの親父は元ネタを考えたら後付けじゃないだろ。後付けで元ネタってことにしたんやで。実は生きてました系全部。トグロが B 級。直撃の相馬の体力設定。サウンドマンは大統領が平行世界から連れてきた説はちょっと面白かった。リオとの対面時になんか板切れの下から出てきたし妄想に過ぎんのやけど。裏沢作品のほとんど。挽回は壊れたら治らない。グールの一食わんでもいけたわ。相馬の謎の体力設定。鬼面組。進撃全般。ナルトが転生者。ガイアは本部の弟子。ガイの命を懸けた必殺技からのナルトが生き返らしてなんとなくできちまったわちょっとね。アバン生存。ナルトの江戸転生でナエターのガマガエルの戦い感動したんに生き返りやがった。ナルトの忍衆とか言い始めたあたり全般。オトンがほんまのオトンやなかった挙句ポットでの新キャラが実の父親。二度とリングに立てない体になったはずのロビンマスクが、実は当面は戦えない体になっただけだった。ブローに献身のカオル生存。ウサギドロップのラスト。ナルトのかぐやイミフに唐突に出てきたうちはマダラがかませに。絶対マダラが最大の敵でよかったよな。かぐやはボルトとかで出せばよかった。裏沢はそもそも後付けてないぞ。ただグダグダするだけ。後付けってより、後から新キャラが出てくる感じやな。推理者でそれはいかんでしょ。正義超人も悪辣ファイトしてた。カラクリサーカスは後付けの辻褄合わせをしてただけの気がする。ナルトの転生者の下り。御用の遺属性は非土金水であり、風トンは木、火トンは火、土トンは土、雷トンは金、水トンは水に該当する見事な死に設定。本能型と知略型。ナルトの代わり身の術とか分身とかはクソなえた。夢落ち。江戸転生。ウサギドロップ以外ありえない。悠々白書暗黒武術会で終わってれば最高だった。スパイラル最初は推理者やったのに途中からいきなり神とか悪魔とか言い出してビビったわ。ナルトの前世云々四代目の息子で九尾持ちで十分だろ。彼岸島の島の大きさは許せる。この月光、聖雷女神縁。ナルトの属性の相性。ナルトのお銃や人柱力設定守る鶴をどう使おうか迷ってたんだろうなって丸わかり。よくわからないパワーとかで生き返る。同じタイプのスタンド。むしろ後付けで納得したりいいと思えるものなんかあるか？ネウロの箱が六面体だったこととか。ネウロはむしろ後付けじゃないのに伏線張るのサボりすぎって印象。エンブレムテイクによりひどいのはない。弱虫ペダルの新3年生組上げ。二号星とかシルバーセイントとか中間色って大体ひどい扱いで終わるからたまにはいいじゃん。風呂敷広げすぎてめんどくさくなったのか平行世界ってことにした作品なら知ってる。七つの題材のヘンドリクセン全般。筋肉マンのすべて。相馬の体力設定やろ相手が強いとプレッシャーだかなんかで体力を大幅に消耗するとか。この設定ここでしか使われてないし。この頃の相馬がまだマシに見えるほどゴミ化した現在の相馬マジで誰一人楽しみにしてるやついなさそう。両機関基地の血液型変更。ナルトは1話の時点でナルトに似てる港が出てなかったっけ。完全には設定してなかったかもしれんけど火影の息子であると匂わせてはいた。1号は名前の時点でクインシーを連想できるようになってるスペイン語で15はクインス。クインシーとは最後の文字が違うだけ1号の妹のカリンもクインシーが混じってると連想できる名前になってる。ナルトは4代目の面影をたびたび重ねられたり、ジライアが中忍試験時にナルトに危険な修行をさせることを内心で4代目に謝ってた。そして決定的なのはイタチ初登場時のナルトは4代目の遺産発言。イチゴの方も初期から命を助けてくれるのは、必ず巨の力イチゴ本来の死神の力と混じってるで、残月のオフサンクインシーの力は力の使い方を教えてくれるだけだった。挽回は修復できないこのせいで幽門宝月丸さんはめでたく参拝か。裏飯龍介の血筋。で、ターン A ガンダムは G のレコンギスタより500年ぐらい昔の話ですという内容の発言をし、ターン A ガンダムの後の物語である根回しはしてなかったみたいだけど結局公式にはどうなったんだろう。ガンダム、3
水中や脳無の中では拡散と威力減衰でビーム兵器は扱い物にならないからガンダムハンマー、いつの間にかそんな話はなかったことに。六花の勇者六冠の道連れ能力関連と頭の重視契約の反動。最初は森鶴は老僧の悪霊って言ってたのよ。柱間がお銃をばらまく前から砂隠れが保有してた一応の人柱力が老僧だっただけのは。面影幻前の旧友区かな後付けというかテコ入れというか。筋肉マンとか男塾の後付けはもはや笑えてくるレベル。筋肉マン新章の後付けの拾い方はすごいと思う。アトランティスの首の傷とか筋肉マンのおじいさんが肉のカーテンで3日2晩拷問に耐えたこととか。後付けなのに紙伏線に見えてしまうもんな。あれは本当にすごい。本当に作品を愛するファンが優れた編集者になると奇跡が起きるというすごい例を見たわ。アクエリオン EVOL そのもの他にも色々あるが前作で浄化したはずの敵が続編の元凶になってるのもひどい。宇宙戦艦ヤマトのラストで死んだ艦長が続編で生きてたこと。しかも生きてた理由が石の誤信って。こち亀の大原部長の誕生日が毎回変わること。ナルトの中間最強設定最初は2代目か4代目が最強だったのにな。ヘンドリクセンは後付けじゃないだろ。星野哲郎が実は黒騎士の息子だった当時人気のスターウォーズパクリ設定。四季封神で魂が死神に取られてる港はそもそも江戸転生不可能3代目が縁まで組んで食い止めたとか言ってたのは何だったんだよ。四季封神も江戸転生も全く解明されてない状態でお互いに何が起こるのかもわからずに最善と思える手を打ってた。作中にないことを用語に持ち出す人はそれを妄想と呼ぶ。月光条例。最近の宇宙世紀ガンダム。まあ、鈴さんが姉さんじゃないのは後付けなのかな、それとも最初からミスリードだったのか。ラスタル様は実は改革派でした。ダインスレイブ無双。ガイリオはコクピットの中のアインの脳と接続してたから歩けてました。嘘です。ガイリオの首に埋め込まれたプラグのおかげで歩けてました。男塾塾長。シロークレインで破壊とか、それまでの命がけの戦いなんだったの？やけくそ？ネット漫画だけどリライフの実は一学年に二人もリライフ試験者がいます。挽回は壊れたら治らない。これほんまひどかった。イチゴの挽回はいろいろな力が混ざってるから治らないとかにしとけばよかったのに、どこまでハゲを雑魚にするんや。グールの一食わんでもいけたわ。アバン先生が生きてた？ラーハルト復活、アホかな。コナン全般後付けと言っていいかは微妙な気もするけど。もはや味方増えすぎて黒の組織が脅威と思えんからな、長く続きすぎたな。青山はあえて設定詰めないようにしてるから後付けし放題やな。ナルトのかぐやイミフに唐突に出てきたうちはまだらがかませに。ナルトの転生者の下り。東京グールの有馬は本当にひどい、純粋な人類最強キャラにしといてほしかった。カラクリサーカスは後付けの辻褄合わせをしてただけの気がする。誘白の比叡がかっこよく改造されてて、なえた初期の比叡返せ。魔族大覚醒。